今日もサッカーをもっともっともっと楽しむためにミルクサッカーアカデミー、ミルアカ井上マーでございますよ。ノーミルク佐藤でございます。お願いします先生。暑いですね。暑いね。こんな暑い時はかき氷も食べたいですけどね。ね、頭気になっちゃいますからね。なんてちょっといいじゃないですか。ね、そうね。いや、確かあんま食べてないけれども。なんで今言うねんって笑いですね、これね。そうね。はい、こちらですと、カタールワールドカップゴールキーパー選考三枠考察。もう色がイチゴミルクに見えちゃってごめんなさいね、これね。いや、ちょっと食べれないですよね。あれなんですけどね。そうですけどもね。はい。まあ、先日 E1 も終わりまして、はい、あとフル代表の方で行ったら、まあ、6月の代表シーズン終わったから、あと残り、まあ、9月を残すのみ、で、あと本大会ということになりますけれども。気になるよね、キーパーもね、誰になるのかね。そうなんですよ。ってことで、改めて、過去の、ワールドカップの選出傾向から、今回のメンバーどうなりそうかってところをちょっと考えていこうじゃないかという企画でございます。さすがデータマンでございますよ。これ、キーパーの皆さん必見でございます、今回は。ね、見ていただければと思います。はい、今日はシート2枚出てまいります。はい、まずは1枚目ご覧ください。行きましょう。こちらでございます。ドン、はい。ドン。まずは、右側、まずはというか、右側ご覧くださいと。うん、これ、かつての、はい、1998年大会以降、過去6大会のワールドカップのゴールキーパーのメンバーでございますと。はい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 。まあ、選手と、あとはその時の所属チーム名と、うん、年齢ですね、が書いてありますと。なるほど。はいはい、はい。で、今までね、もう、皆さんお気づきとかご存知だと思いますけれども、うん、ワールドカップで、ゴールマウスを守ったことのあるゴールキーパーは、3名しかおりません。ああ、そうなの、そうなんです。川口さんと奈良崎さんと、川島さんの3名のみです。おー、そうなのか。そうなんですよ。しかもフランスので川口義和さん22歳。そうなのよね。あ、かっこええ。すごいね。いや、今までがこんな感じで、98が川口さん、奈良崎さん、小島さんと。で、それも奈良崎さん、川口さん、曽我畑さん、川口さん、奈良崎さん、土井さん、川島さん、奈良崎さん、川口さん。で、川島さん、西川さん、権田さん、川島さん、東口さん、中村康介さんという形で。はい、過去6大会は来ておりましたと。こう見ると、それこそね、マーさん、今、年齢おっしゃっていただきましたけど、うん、ゴールキーパーの最年少が、フランスの時の川口さん、楢崎さん。そうですね。うん。本当だ、まあ。プラスね、一応日韓の時の曽我畑さんも、まあ、同い年とかっていうところはありますけども、うんうん、まあ、だから、やっぱ20代前半で選ばれるっていうケースは、まあ、ほぼないと思っていただいてもいいのかなというか。なんだ、今回、谷くんが選ばれたら、もしかしたら歴代最年少みたいなことになる可能性があるよね、こういうところでございます。なるほどね。うん。で、これ見ていただいてもなんですが、実は2018年の、大会で川島選手がゴールキーパー、まあ、守護神やりましたけども、はい、35歳以上の人が日本のワールドカップで選ばれた経験はございません。なるほど。そうだね。うん、そうなんです。うん、でもフィールドだと32歳だったかな、ちなみに言うと。うんうん、なんで、まあ、川島さんはいわゆるまた歴代最年長ある意味かけたような、で大会2022はなるか。川島さんの35の前は31以上がいなかったわけだ。ああ、違う、川崎さんの34がいたか。そうなんですよ。ああ、じゃあもう最長不倒まで来てるわけだ、川島さん。すでに。そうなんです。なるほど。記録更新もかかってるってことね。そういうことでございますね。ということで、改めて、カタールに行けそうな人、可能性がある人、誰が残ってるかなってところでも見ていただきましょう。こちらの次のシート、右側が変わります。こちらでございます。はい、ドンと。うん、まあ、こうですかね。はいはいはい。こういうところですか。なるほど。まあ、よほどなことがなければ、権田さんは、まあ、一応ね、おそらく先発枠からも変わることはないでしょうけれども、うん、まあ、一応ここでしょうか。うん、なんとなくですが、佐藤個人的にはですけど、うん、2番手は普通に言ったらシュミット選手なのかなっていうのは今までの起用法からもあるんですが、うん、やっぱりまさ皆さん、はい、川島さんの方がある意味では、選出確率で言ったら高いのかもしれないな、なんてこともあったりはしますね、と。やはり、うん、それは経験というかチームリーダー枠みたいな。そういうことですよね。まあ、これだけ経験してきた人というか、それこそ、うん、まあ、一応、権田さんもね、2014大会の選出経験はあるものの、俺、守ったことがある経験って先ほど言った通り、川口さん、奈良崎さんと川島さんの3人しかいないので。なるほどね、いざという時にっていう。そうなんですよ、ね。まあ、全然主力はね、まあ、先発かもわからないですし。そうなんですよ。っていうところがありますよ、と。なるほど。で、当落戦というか、いわゆる第3番目に選ばれるのとしてありえそうなのが、シュミットさんか谷選手かっていうところには
なってくるのかな。うん、なるほどね。はい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 。もちろんね、いずれかに何かがあった時には、例えば下の方ですけど、うん、中村浩介さんと、あと東口さんに関しては前回大会の経験者でもありますし、うんうん、西川さんが 前々からね、2014の経験者であるから、例えばその彼らから誰かってこともあり得るかな。はい、難しいね。これ、いずれほとらの僕らからしたらみんな信頼してますしね。そうなんですよ、ね。だからこそこの基準を作るのは難しいでしょ。そうですね。ボランチもできるからとかさ、それはないから。そうなのよね。ね。そうなんですよ。だから今まさかおっしゃられたね、はい、理由とか基準とかって考えていくと、はい、ある意味最も可能性高いのって、うん、川島さんって言い方もできるかもしれないですよね。うん、影日向に活躍できるわけだからね。それはそう、確かに。だからこそ前回もね、うん、選ばれてるんだろうし。そうなんですよね。あともう一つ今言われてるのが、うん、まあ、ぶっちゃけこう、よほどなそのコロナだ、怪我だみたいなことがない限りは、うん、枠はそんなにも変わることないじゃないですか、うん、この段階において。そうですね。そう、そう、だから、今森保さんが見てるんじゃないかと、ちょっと誠しやかに囁かれてるのが、うん、先発って考え方じゃなくて、うん、ベンチでどうかっていう考え方とかもあるみたいな。そうでしょうね。うん。だもしかしたらこの間の E1 とかでも、谷選手、大迫選手、鈴木財音選手を1試合ずつ使いましたが、それは試合の方っていうよりも、ベンチにいた時にどういう振る舞いができていたかなんてことを見てた可能性もあったりするのかなと。だしあれでしょ、やっぱりこう、うん、試さないで使わない、連れてかないっていうんじゃなく、今後の選出のためにもね、リーグ戦のためにもやっぱりこう、ね、10日から落ちてる人は使うよっていう、うん、メッセージはあるよね。そういうことでしょうね。あるでしょうね。他の多くの、あまたのキーパーのためにね。そうなんですよね。で、他にも、ここになんで西川選手が見れたのかというと、ザイオン選手 E1 で呼ばれたけど、もともと浦和レッズの方ではなかなかね、リーグ戦の守備機会がないじゃないですか。はいはいはい。という機会が、うん。だからなんで西川選手じゃないのってことは記者の方にも森保さん聞かれたみたいなんですが、はい、ということは要は、浦和には日本代表クラスのゴールキーパーが2人いると考えていただいていいですなんて、うんうん、コメントも残してるんですよね。うん、もしかしたらまあゼロではないって言い方はできるのかなというところでございますと。まあ、ここ以外からもうちょっと選ばれる可能性低いかもしれないですけど、まあ、ほぼね、上6人からまあ3人いたら間違いないでしょうから。なるともう言い尽くされてるっていうか、先生がおっしゃったことが全てなんでね。あとは森保さんがこう、僕らが見てない部分のものをどう見て解釈してるかっていうところだよね。そういうことですよね。あと、雰囲気空気感みたいなね。データに出てこないもんね、そういうのはね。なんか川島くんるとほっこりすんだよね、とか、そういうのもあるわけでしょ？いや、ね、そうでしょうね。ほう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 。チームがどういうふうにね、円滑に進むかどうかってことも大事ですよね。誰かの誕生日祝ってる食堂の時に、よーのタイミングがいいとかね。いや、我々そういうのありますからね。そうだね。笑い方がいいとか、この後輩は笑い方がいいとか、そういう、ね、立派なスキルですからね、それね。本当にそうですよね。ボソッというツッコミが的確とかね、飯食いながらとか。ね。そのタイミングで大体入江君は酒グッと飲んでるんですけどね。いや。森保さん、もしかしたらそういうところもメモ何かね、されてたりする可能性もあるんじゃないかなというところでございますと。はい、うん。もうね、なんでこの8月の頭とかの段階とかでこんな動画出してんだよって思われるかもしれないけど、次が9月23日に、はい、最後のシリーズ始まるわけですけど、はい、今回が欧州遠征になるっていうのもあるから、おそらく9月 の、うん、中旬ちょっと前ぐらいのところでも、うん、発表あるんじゃないかって感じなんですよね。ああ、そうか。そう考えるともう1ヶ月後発表なので、なるほどね。こんな予想するのもそんなに別にね、うん、遅くもないし早くもないってところなのかなというところでやってみました。やっという企画でございました。もちろんある程度のアピールは終わってるっていうことですね、ここに関してはね。そうですね。うん、だから森保さんも最後のコミュニケーションというか、まあ、取りつつ、8月2日なんかでヨーロッパまた行かれるみたいなので、はいはいはい、J リーグ組はね、もう E1 で見たってところがあるから、そこで最後比較取っての、うん、最後になっていくことになるでしょうと。なるほど。ということでございました、はい。楽しみでございます。こちらもね。ありがとうございました。ありがとうございました。かき氷屋に走りたいと思いますよ。かき氷屋ってあるんですかね。ありがとうございます。ありますよね。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ミロアカは毎日やってますよ。朝と晩に、動画を出させていただいております。あります。休み時間ラジオというね、雑談コンテンツをサブチャンネル。ミロアカトラララチャンネルでもやってますよ。そっちもチャンネル登録しておいてね。お願いします。高評価ボタンもこちら押しといてね。ありがとうということで、またお会いしましょう。井上真央でした。ノーミルクサトでした。じゃあね、またです。